はいどうも、白コリです。コンコリー。あのミューテーションM、続きをプレイしていきます。ノックティスに行って情報を集めるんでしたね。一時の衝動で連れ帰った少女のせいで、ライエン捜索のすべてが台無しになった。ライエンの足取りが分かったのだが、追跡する手立てがない。一連のごたごたのせいで、体は悲鳴を上げていたが、幸いにも、レイモンドが見つけた手がかりで捜索に新たな光を見出せた。ロッキーか。ノックティスに行ってロッキーの情報を聞くと。OK です。向かいましょう。あ、でね、バーでのカクテル作りのアルバイトをめちゃくちゃ頑張って、あのね、現時点でここの武器屋にある最強の装備を揃えました。双剣も体験も一番いいやつを買いました。これでね、結構戦闘楽になるんじゃないか。そして私はボス戦の時に変身を使い忘れないように気をつけましょう。なんか勝手に縛りプレイして難しくしてるところがある。ではノックティスに行きましょう。空飛ぶ車かっこいいよなぁ。あ、すごい、ワンちゃん連れてる。情報屋のことかな。またクラブにいるんだ。え、それともロッキー、まあ、とりあえずクラブに。あ、これじゃ入れない、もしかして。入っちゃダメ。入っていい。あ、もう入れる。いいんだ。追い出されたりしなする。あ、着替えてる。一瞬で着替えてる。すごい。あ、よ、ロッキーだ。お嬢さん、お前の弟が何をしたか知らんが、 TR はお怒りだ。 TR、 俺がビルの屋上で奪ったあれが欲しいのか。あの時の借りを返してやる。野郎ども、やっちまえ。お、ここで。え、しかもあいつ、あいつまた戦うの。待って、これがローリングね。さあ来やがれ。ほい。あ、変形した。えいてててて。お、すごい。これ防御を壊していって、ほいほい。おお、さすが装備を強くしたから。おお、お前も体験使いか。えい。おお、怖いじゃない。ああ、そういうことする。へえ、そういう技使えるんだ。やば、よいしょ、よいしょ。私もなんかそれ使いたいな。技覚えればいいのかな。ナイス。めちゃくちゃ強くなった。自分の武器。やっぱお前はすげえな。欲しいものはもうここにないけどな。とっくに TR に持ってかれたよ。欲しいなら彼を探すといい。 TR からのミッションは完了した。じゃあな。 TR、 あやね、 TR って誰。暴力組織クローギャングのボスで残虐でヤバいやつ。ボスか。レガーも操縦して誰も近づく者はいない。わかった。どうやってボスの元へ行く。ちょっと待って、調べてみる。独立した自治区か。まず港エリアへ行ってプロテウスっていう船乗りを探さないと。他のはまだ調べてみないとだけど。じゃあまずこの港エリアへ行こう。オッケー、位置更新できたよ。港エリア、ノックティスにあるの。いや、車に乗るっぽいですね。そっか、ちょっとサブクエを見てからメインクエストを進めようと思います。
はい、それでは港エリアへ向かってみましょう。初めて行く場所ですね。裏で進めているやつがいるな。計画停車中止したはず。誰、まさか C O6、 先に覚醒。18年前災難繰り返す。とりあえずシグロを連れ戻す。オーシックスのことは後にしよう。俺の帰りを待て。スタッフ、ケアさせ。猿が喋ってる。また結社の方々。プロデュースについて何か分かったことある？うん、メカ改造された記録があることくらい。その後のことは分からないわ。いいわ、いずれにしろ港エリアにいるはず。探せばきっと見つかるはずよ。ここもいい景色。スクショ撮りたいな、いい感じで。ここでスクショを撮っておく。まあ話を聞きながら探索しますか。ここを制覇してやる。ちょいちょい様子がおかしい人がいますね。小指を頼りたいのに。プロテウスのクソ野郎。プロテウス、俺の番だな。次は誰だ。はい、私、プロテウスの紹介できた。紹介状は持っているのか。いいえ、私はプロテウスの。紹介状がないとダメだ。紹介状、紹介状。なになに、こいつに話しかけんの。はい、はい、お嬢さん、よそから来たんですよね。初めて来たならガイドはいりませんか。まっすぐこっちに向かってきたところを見ると競技場に興味があるんですね。スリルいっぱいで刺激的な無制限マッチが見られるだけじゃなく、賭けもできますよ。数十万なんて軽い軽い。いえ、人を探したいだけなの。プロテウスは知ってる？え、プロテウス？もちろん知ってますとも。競技場にいますよ。中で賭けをやっているところです。チケットを買って入って探してみては。あそこの警備員は招待状がなければ入れないと言っていたみたいだけど。確かに。でもそれは試合に参加する場合で、ただ入って観戦したいだけなら方法はありますよ。それは闘技場の観戦券。たった旧暗号通貨50コイン、最後の1枚だよ。お嬢さんと私が友達になった記念のお友達価格だ。本当に？買いなよ。次回はこんな優待はないよ。たったの59暗号通貨。もう買ってもいいよね。騙されたとしてもまあ50くらいなら。義理がたい友よ。港エリアで困ったことがあったら私を訪ねてきな。力になると約束するよ。こんだけ親切ってちょっと怪しいですよね。騙されたような気もしなくもないけど。まあ、50くらいならいいでしょ。で、チケットを買ったところで、この人と話すのかな？地下競技場の守衛。帰れ帰れ。招待状のない者は倒産。闘技場の観戦権だよ。これはなんだ？招待状のない奴がうろうろするんじゃない。観戦権をビリビリに引き裂いて投げつけてきた。え？全くもう、あいつは詐欺師だったのね。やっぱいらなかったんだ、50。まあいいよ、もう。邪魔だ、ここに突っ立っているな。絶対お金を取り戻さなきゃ。え、あ、もうあいついないしね。マジで。いないじゃん。なぜ？はい、このお方は。謎の異国人。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。珍しいエイリアン店。たったの20コイン。エイリアン見られるんですか？お姉さん、その見た目からして見識の広いお方。この機会をどうぞお見逃しなく。あなたの一生で最も価値ある20コインだよ。これはネズミの変種。
目が一つしかなく、もう片方は発育不全。尻尾は太く短く、頭の上に生えている。これぞ奇形の証明。足は短く、ほとんど見えないが、走るのはとても速い。随分苦労して捕まえたんだよ。20コインか。まあ、20コインならね、騙されたとしても、まあ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 。毎度あり。あなたは今まで見た中で、最も好奇心旺盛な女性だ。これ見ていいんすかこれ。確認。あ！何これ？ネズミじゃないよね。何これちょっと可愛いじゃん。何これ？ちょっと可愛いな。なんなん？お姉さん、満足ですか？こいつに餌は必要ないし、トイレも不要だ。ベッドにぴったりだよ。いかが？ 5000 コイン？払えばもらえるの？いらない。え、ちょっと欲しくない？いらないかな？ちょっと欲しくない？あれ、本当に5000コインで買えてさ、部屋に飾れたらちょっといいよね。また頑張ってバイトしちゃうかもしれん。釣りしてるおっちゃんがいますね。おう、これは面白い。試してみないか。竿のレンタル料金はたったの19暗号通貨。釣った宝は全部あんたのもん。釣っていいんですか？釣りできる？え、なにこれ、ミニゲーム的な銃？まあ、銃ならいいけど。釣りを始める？どうやって？釣り方教えて。勝手に釣れるかな？え、ダメなの？なんか手に入れた。魚じゃなかったからご機嫌斜めみたいな。とりあえずボタン押せばいいのかな。お、続き。え、これ何売れるの？旗。魚が釣れるとご機嫌なんだ。え、これなんだろう。青旗。これ一旦戻って、これ釣ったやつどうすればいいの？また、なんだろう、ミニゲーム的なあれなのかな？釣った魚はね、ガラクタの欄にあるので、まあ、売れるのかなって思いますね。一体いくらで売れるんだろう？お値段によっては、ずっと釣りしてもいいけどね。そして、クエストマーカーはここに繋がってますね。お、バーだ！あ、コーギーがいる。喋る、コーギーが。あ、これってさ、これ、ボス？バルハラのボス？ハローチ。あ、ごめんなさい。人間違いでした。多分間違えた相手知ってるから大丈夫よ。あなたの方がより戦士に見える。隣のミスターボクシングに行ったことある？あっちで運動でもする？多分そうですよね。バルハラのキャラですよね。ここにまで出てくるとは。この人とも話せるな。プロテウス。え、これプロテウス？若いの。君の様子から見ると、事務所の人間かの。ちょっと手伝ってくれないか。友達がクローギャングのやつにさらわれてしまって。クローギャング？あの大きな船を基地にしている？あれは単なる船じゃなく、貨物船という方が正しいな。クローギャングの武器や機械を山ほど積んでいるんだ。クローギャングは武器をかなりの数蓄えているからな。力のない者が言っても死ぬだけだ。ひょっとして、あなたがあのプロテウス？俺の名声はそんな遠くにまで轟いているのか？だが、俺の計画にとっては不利だな。いいえ、ただ、あなたがクローギャングの貨物船に連れて行ってくれると聞いて、あそこで人探しをしたいの。取引をしない？あなたが私を貨物船に送り込んでくれたら、あなたの友達を助け出してあげる。あの貨物船に乗り込もうとは大した度胸だな。だが、そうするには、それ相応の実力が必要だ。どういう意味？このバーの左には競技場があるんだ。これは紹介状。あっちの手紙と同じ効果があるから。一試合勝てば、お前をクローギャングの貨物船に送ってやろう。これで決まり。お！
力を証明しに闘技場へ。楽しそう。講義。メカ改造を施された一匹の屈強な犬。まあ確かにかっこいいですよね。屈強な犬。撫でてみる。お嬢さん、何を飲むんだい？どう見ても普通の犬ではなさそうだ。そうですね。でも、かわいいな。かわいい。はい、じゃあね、紹介状をもらってきたので話しかけましょう。招待状だ。ないものは。これでいい？プロテウスの紹介状。は、あいつめ。また人をあの世へ送る気か。入ってもいい？もちろん。ありがとう。拳で全てを語れ。はい。殴り合いだ。ここで一戦一勝すればいいんですね。またトウモロコシジュース売ってる。さて、受付は屈強なお姉さん。登録係ジュリー。はーい、私はここの登録係ジュリーよ。ようこそ。こんにちは、アンフロレス。これは招待状。ここに来る人はみんな差し迫って何かを求めてるの。名誉とか生きることとか。馴染み客の招待状を持ってきたのなら無用な説明は省略するわね。勝った者が多いよ。もう入る準備はできてる？ OK です。プロテウスさんは私たちの友人よ。だからあなたは優先して出場できるわ。じゃあ勝利を祈ってるわ。ありがとうございます。武器使っていいんだよね、普通に。ここは控え室でしょうかね。屈強な戦士たちがいらっしゃいますね。いろんなポスターが貼ってある。お、もう、ここか、会場か。一戦目。お、でけえ。相手でかー。ラウンドワン。ファイト。おお、なんだなんだ。そういう衝撃入って。よいしょ。オッケー。よ、よいしょ。ああ、あれ後ろにも来るんだよね。オッケー。ナイス。これ3回ぐらい一気に戦う？終わり？素晴らしい。さすがはプロテウスさんが紹介してくれた人。他とは違うわね。今あなたが退けたのは最近連続して何度も優勝した選手です。今週の優勝者の名誉はあなたのものになった。アンさん、ここでは間もなく今年度のトーナメントが盛大に開催されます。もし興味があればまた来てください。優勝賞金は高額ですよ。ええ、機会があれば。ここでもお金を稼ぐことができるんだ。それいいですね。だいぶいい。はーい、勝利して戻ってきました。報告しようと思ったんだけど、なんかビリヤードを見ちゃった。こっちに話します。本当に俊敏なやつだな。あなたも客席にいたの？俺みたいな乗客がただ入場料を払うだけの客と一緒に立っているわけにはいかん。試合が始まってものの2分でお前が勝つと思った。お前の実力ならきっと貨物船で大暴れできるだろう。装備を確認しろ。準備ができていればもう行くか？もう今すぐ行きます。俺の友人はルースと言って太鼓腹で独眼の男だ。クローギャングがあいつをどこに閉じ込めているかはわからん。だが俺に救援信号を送ってきているからまだ生きているのは確かだ。お前があいつに自由になる機会さえ作ってくれれば、あいつはすばしっこい太っちょカモメみたいに飛び出してくる。それにお前にいいものをくれるかもしれんぞ。心配するな。お前がやるべきことをし終わったら迎えに来てやる。世話になるわ。よろしくお願いします。ついてこい。俺たちはレイリー号を探しに行くんだ。ええ、
ついていきます。命知らずが毎年何人かいるが、女は二人目だな。二人目？一人目？誰かは聞くなよ。さあ乗れ、すぐ出航する。聞きたいな。来たか、乗れ。え、誰？さっきの怪しいメガネ知ってるっけ？船だ。アンは？え？なんて無礼なやつなの？急に写真撮られた。おっと失礼。友達を思い出してつい写真を撮ってしまったんだ。K？ お嬢さん、会えて嬉しいよ。先ほどの失礼のお詫びにとある物語を聞かせてあげよう。いらないわ。そう遠慮せず。その友達は数ある子供の中で最も優秀で、とても優しく勇敢だった。トレーニング中もよく他の子を助けていた。ある日、教官が彼らにとても辛い任務を与えた。子供たちは困難な状況に直面し、誰もが躊躇した。ただ彼女だけが立ち上がり、見事任務を完了させたんだ。だが戻ってみると、彼女の選択のせいで他の子たちが死んでしまっていた。彼女は自分を責めた。自分がみんなを殺してしまったのだと。その後彼女は自殺した。だがそれでは終わらなかった。彼女は任務を受ける前の時間に戻り、道を選び直し他の子を救ったんだ。何が言いたいの？失礼、気に障ったかな。もう話す必要はないわ。おやすみなさい。ダーリン、どこ行ってたの？あれ、この人は？ただの変人よ。もうすぐクローギャングの島に着く。いない。あいつは何だったん？あやね、あやね、寝ちゃった。あやね、ありがとう。いつまで生きられるかわからないけど、持ちこたえてみせる。一緒に本当の海を見に行こう。このでかい船がクローギャングの。そこに忍び込むんだ。忍び込むのか、殴り込むのか。おお、さすが見つからずにここまで。お
ここまでだ。はい。頑張れよ。ありがとうございます。幸運を祈っている。案内してくれてありがとう。ありがとう。寝ちゃった。準備できてるよ。しょうがないわね。行こう。はい、そういうわけで今回はここで一旦区切りたいと思います。次回このクローギャングの貨物船に忍び込み、このプロテウスの知り合いを助けて、かつライエン王のことを知ってる人を探すのかな？はい。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。